つぶやきセブン特別編、携帯指数後の一コマ。ゼロワン、またケイタのパソコンに入っているのか。俺は行きたいところに行く、やりたいようにやる。俺は俺の望むように生きていく。それにしてはお前はケイタと私に羨望すると言っていたが。つまらん話を持ち出すな。羨望とは羨ましく思うことだ。ケイタと私の何が羨ましいのだ。言ってみたまえ。あれは言葉のあや。我々は機械だ。曖昧な表現はありえない。今後の関係性のためにもお前のことを知りたいのだ。しつこい。さあ話してくれたら、先日ケイタとお前が握手をした時の写真を君に転送しよう。物で俺を釣ろうというのか。そんなつもりではない。記念の一枚だ。お前のホルダーに保存しておくべきだ。だから話してくれたまえ。わかった。一度だけしか言わんぞ。ふむ。なられたいのだ。うん、なんだ。もっとボリュームを上げてくれ。二度は言わん。 99% の蓋然性で投げられたいと理解したが。絶叫系が好きなのだ。ん？そうか、ケイタに投げられたいのか。初めてお前を可愛いと思った。写真を送れ。は？言ったぞ、写真をよこせ。そんなに欲しかったのか。はっ。もも今転送したぞ。チロリン。これが記念の一枚というものか。面白いやつだ。お前をもっと知りたくなったぞ、ゼロワン。つぶやきセブンリターンズ。ルル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 。な、携帯は投げるものではない。お前は圏外だ。お前は圏外だ。もう秘密秘密、二人の秘密。それがお前の会か。なあ、君の気持ちを受信した。どうやらネット回線を通じて我々の AI に介入した者がいるよ。なあ、どうしたのだセブン。隣でマギラがいたずらしている。